どうもトラベリッシュマンでーす。イエーイ、お願いします。さあ、ということで今日はですね、我々は下北沢に来ております。はい、はい、でですね、下北沢で一体何をするのか、そう、謎解きです。早食べてもらっていいですか、少し。以前ね、はい、映画少年たちの企画で脱出ゲームをやりましたよね。はい、でも我々はクリアすることができなかったんです。惨敗でしたね。残念でしたね。今回はそのリベンジも含めて、下北沢で行われてる、はい、下北沢謎解き街歩きをやりたいと思います。はい、ありがとうございます。チーム分けを早速、はい、しましょうか。どうしますか。大体分かれる。俺、大体分かれる。じゃあ、俺が提案していいか。いいよ、いいよ。ノエル君と、しずや。ノエル君は、めっちゃできるじゃん。ね。で、しずやと、通りしてもらって、選んでもらうスタイル。しずやと、ノエルがじゃんけんして、取り取りする感じですね。せーの、通りぴ。こちらが練習問題になります。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。これちょっと無理だな。あ、分かった。早っ。分かった。え、ガチで分かった。全然分かんない。謎解きってこういうやつだよっていうやつ。そういうこと。はい。まあ何の説明もなくこれだけは渡されたんですが、分かってる人はいるんですよね。もう全然分かる。これも渡された瞬間に分かった。え、じゃあヒント。まあここに文字が入るんですよ。で、その文字をこの順番通りに読むっていう感じですね。え、この中に文字が入るってこと？そうそうそう。一個一個ある法則に従って、うん、この枠組みが並んでいるので、ある言葉が浮かんできますっていうタイプ。マジで分かった。あー、分かった。え、分かったか。分かった。全然分かんない。いや、この二人解けた。あ、解けた。くらい言ってみてよ。え、もう正解言っちゃうよ。え、言っていいですか。じゃあ、松川さん、正解の方どうぞ。下北。正解。なんでアイウェオ順の。そうですね。え、50音順。あ、なるほどね。だから、うん、作業の し, し、作業のも、作業の企業だ。企業だ。そういうことだ。っていうでも瞬時にノエルが出てくるからね。さあ、ということで早速下北謎解き街歩き、はい、お題に沿ってやっていきましょう。レッツ謎解き。イエーイ。これまず開けないとじゃない。じゃあまずここで開けていきます。開封の儀ですね。こういうのはね、開封の儀よろしくお願いいたします。まず袋の中には、あ、じゃあもうこれで全部だ。本当にこれだけだ。案内状と書いてある。案内状と地図かな。はいはい。じゃあ開けますよ。はい、お願いします。持ちますよ。川島さん読んでください。謎ビルを出て弧を探し、弧が向いている方向に向かって進め、左手にバースデーケーキの乗った帽子を見つけたら、その先で左に曲がれ。突き当たりまで進んだら緑のアーチを探し、それに向かって進め、アーチをくぐったら右に進め、最後にフランキーを見つけたら周りを見渡して宝箱を探して開け。パツ違う、弧じゃないか。これキツネか。キツネを探し。キツネって何？なんだろうね。なんかの言葉遊びかもしれないんだよね。わあ。キツネ。全然喋らんこのチーム。キツネってまず。とりあえずちょっと離れてみよう。この地図も、地図のさ、キツネっぽくない。キツネ、あったあれあれ、あ、ノエル、俺らもう分かったから。早っ。早い。じゃあね、ついてくんなよ。超分かったから、マジ。キツネ、キ
狐が向いてる目で見える。とりあえずあっちじゃない方に行ってみようぜ。レッツゴー。狐っぽいもの見つけたらさ、これ狐じゃねって言いようぜ。パーパラッパーパッパパー。いるかもね、なんかそういうハチコバみたいな狐が。でも狐って神社じゃねみたいな。あーおお。ジャンジー？さっき言ったやつ？怖っ。キツネ。なんか。俺キツネ。あ、でも違うか。違うな。これはキツネの神社じゃないらしいです。待って待って。キツネって何？待って待って。逆も見てみる？もう一回。あ、見よう。ちょっと。ちょっとね。大事だ。せっかく来たけどね。の帽子をこの先で左に。あったあった。なんで静かにしてんの？いや、バレた。いないのにめっちゃ。いいだろ。じゃあ他の人にバレたり。これ左に曲がって突き当たり前を探したら緑のアーチを探して。緑のアーチ。でもこれどっちかで曲がんなきゃいけないってことですね。アーチ見つけろ。これにあるだ。あれだろ。あれや。あれだ。あれだ。普通にあれだろ。順調だよ今の。順調だ。最高だね。ねえねえ、狐が見つからないよ。狐マジでわかんないわ。狐猫こぶたたぬき狐たぬきこぐた、こぐれ、こぐれさん完全すぎない？いや、わかんねん。こっから難しくなってくるのかもしれない。クランキーを見つけたら周りを見る。クランキーってなんだよ。あ、あったあったクランキーだ。おいおおおおい、無人よ。写真撮れ。どういうこと？アルファベットにするとか。あで、それの1個目と2個目の3文字しかないの。それじゃないんじゃない。もう違うね。もうや。全然わかんない。全然きついなくない。あ、いた。あ、いた。なんやねん。キツネの向いてる方向ですか。ねえ、逆行っちゃったじゃん。あ、ちょっと一回戻ろう。見つけちゃった。ハートからダイヤにかけて C もで、ダイヤからスペードにかけて。あ、そういうことか。キタで、スペードからクローバーにかけてスクで、クローバーからハートにかけて A や下北スクエア。行こう。来たね。これ結構順調なんじゃない。順調、絶対勝てる。シャカちゃん絶対だな。結構順調だな。ちょっと俺ら多分優勢だから、うん、どんな感じかフェイスタイムで聞いてみたいと思います。来た。もしもし。ポーン。順調ですか。ポーン。てか、罰ゲーム負けたチームがタピオカをおごる。タピオカおごる？あいいよ。下北っぽいね。オッケー、じゃあ後でね。うん、頑張って。頑張って。よし、行こう。とりあえず行こう。やばいね。足の方が早いぞ。大丈夫、元気。大丈夫。あ、あんじゃん。お、あ、見逃してた。ありましたよ。ありました、ありました。開けますね。次の謎は。わかった。え、何？サン。ね。英語で。英語でね。で、キャット。で、バッグ。ライス。で、スター。スターっていう場所。あ、あった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 。これだ。リンキー・ディンク・スタジオ。ここに向かおう、とりあえず。あったな。こりゃ、いやでもタピオカもらいだな。宝箱だから、ちょっと周りを見渡しますか。あ、これだね。あった。これだ。オープンザボックス。はい、出た。こういうやつ。下北スクエアおにある。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ。いいよ。すげえ。終わった。終わった。ミラクが起こったのかもしれない。サンキャットバックライス。あ、俺もそれだと思った。サンの S でキャットの T でスターってことは星の書いてある場所に行けばいいんだ。あった。行くか。え、すごくない？
失礼します。すいません、こんばんは。こんばんは。失礼してよろしいでしょうか。あ、来た。最後の来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕たちトラビスジャパンに3人が来てるんですけど、トラビスジャパンの4人の方はもう来ましたか？本当に？本当に？あ、そうなんだ。あ、早かったんだ俺たちの方が。すごいね。平日の下を読め。あ、わかった。俺もわかった。土日の以外の下の文字ってことでしょ？うん。はい、糸電話金。金だね。レ。糸電話作れ。糸電話屋さんがあるのかな？そんなことある？いや、わかんない。もしかしたら本当にあるかもしれんからな。ここって糸電話屋さんではないですもんね。ではないですよね。お、来たよ。こっち、ね、リンクリンクスタジオ。さっきの相手チームさ、来た形跡なくね。だって来てない、はい、俺たちの方が早いで。早いよね、絶対。しゃ勝ったも同然や。よいしょよいしょ。やばおい、来ちゃった。やべ、逃げるぞ逃げるぞ逃げる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 。とりあえず行こう、とりあえず行こう。来ちゃったから。こんにちは。あ、こんにちは。頑張りたまえよ。じゃあね。トラティン、ありがとうございました。糸電話作んねえよ。あ、わかった、これだ。さっきあった。こっちこっち、裏裏裏裏。これ。あ、そういうこと？あ、雲。糸電話を作れ、雲。じゃあ、クタも。じゃあ、多分、うん、だい、これのところだよ、マーク。わかんねえ。最終で、わかんねえ。しめ、前髪やってないで、撮れてるね。糸電話作れ。うん。糸電話を作れ。糸電話。ちょっとさ、疲れたからカフェでお茶しない？そうしよう。いや、それね。あれだね、ウサギとカメと一緒だね。どうします？よし、よし、ここ行こう。ここ行こう。まあ、下北スクエアじゃん。違う？そういうことじゃない？あ、くっつけると今思ったんだけど、待って、見て見て見て、うわー、鳥肌だったんだけど。電話と電話くっつけたらさ、音符って出てきたんだけど。あ、音符あった、音符あった、あったあったあった。あ、で、音符じゃん。ノゾビル、ノゾビルじゃないか、これ。ノゾビルに行こう。よし、やば、なんか俺鳥肌なんだけど。いいチームね、よかった。俺思ったんだけど、最初の場所に戻るパターンじゃない、これ。よくあるじゃん、暗号解いてたら一番最初のとこに戻ってましたみたいな。戻んね、戻んねえから、わかんねえから戻ろうぜ。うん、はい、解けましたとか言ってみようか。帰ってきました。はい。申し上げにくいんですけど。ここに到着したらゴールです。え？え？結果成功です。もう一つのチームは、あ、電話しようぜ。俺ら勝ったの？待って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 。あ、電話来てる、電話来てる。今どこ？え、逆にどこ？どこ？全然わかんないんだけど。ね、今どこにいんの？今どこ？マジやばい、最悪。ねえ、どこいんの？ねえ、どこ？てってれー、びっくりでした。どきどき、びっくりでした。あ、やっぱな、遅くねお前ら。なんかあれだね、スタート時点がゴールなんじゃないみたいな感じでノリで来たんじゃない、こいつは。あ、違うし、ギブアップしてこ来たんだし。ギブアップして認めんなし。そう、糸電話まず作ってみ、つなげとじゃん。糸電話と糸電話くっつけてみ。糸電話と糸電話を1個、綺麗に。そしたらなんか出るべ。本当だ。お、音符。あー、音符で、音符のマーク、はい、地図に音符のマークはどこですか？謎ビルだ。はい、え、マジすごいね。最後の謎は音符マークのここに来ることがゴールです。あ、ちょっと待ってください。勝者は、勝者はこちらですか？はい、悔しい。
はい、ということで、はい、はい、罰ゲームありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。皆さん食ってらっしゃる。じゃあ、マツクラのあれなんで、マツクラのすごい、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 4人で割れよ、それちゃんと。ということでね、謎を解いてスッキリしたということで、皆さん、せーの、タピオカー。はい、うん、おいしい。それでは宮近さん、今日の総評をお願いします。下北沢、山見沢、山見沢、見沢、ガレージに吠える。ビスケットは7つ、スイカもカブトムシにあげちゃった。 Just now here we go、 パンをパンパン焼き上がれ、うん、oh yeah。